こんにちは、高橋メアリー純です。今回はメイク動画を紹介したいと思います。メイク動画といってもですね、今回はいつも私が仕事をする時のプロのメイクをプロのメイクさんによってこう教えていただきながらメイクしていきたいと思います。いつも私のメイクをしてくださっている堀康介さんです。ホーリーです。よろしくお願いします。ホーリーです。お願いします。もうあのメアちゃんのメイクはもう何百回もやってるんですけども、その中でも特によくやるあのメアちゃんの基本的なメイクを今日やらせてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。すっぴんからバッチリメイクまでよろしくお願いします。お願いします。僕はあの肌を作ることを非常にあの重視していまして、美しく見える肌で本人の持つ本当の美しさを最大限に発揮できればいいと思っています。で、若いうちはなんか結構アイメイクとかそういう色物とかパーツメイクに結構こだわりがちなんですけども、20代後半になってくるとファンデーションとかベースメイクで顔って相当変わるので、それをちょっと今回は丁寧に細かくやっていきたいと思います。肌を丁寧に作りますと、あーごめんなさい、あいよいよ、あーめっちゃ緊張する。今のところからで、今のところからで。じゃあ行きます。ありがとう。くすみやトラブルのない肌はもちろんのこと、顔の大きさとか立体感とか、まあ、そういうことまでもガラッと変わってきますので、逆に言えば肌さえ調子が良ければ多少なんかメイク他のこと失敗しちゃってもまあいいかなっていうぐらい重要なんで、ちょっと細かくやっていきます。お願いします。肌作りは気になるよね。みんなクレドポーのファンデーションで、私がホーリーに使ってって使ってもらってるな。そう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 、これもうファンデーションっていうのももなんかあれなぐらいもうめちゃくちゃ保湿効果が高くて、ほぼ美容液なんです。もうめあちゃんに教えてもらってからもう何年もずっと使ってます。ドハマりしてますね。そうそう、女優の先輩に教えてもらって、うん、シワとかになりづらいっていうね、全然ならへんもんな、うん、これを目の前に最初塗っていきます。ほんの少しだけちょん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 、目の周りはもう最も皮膚が薄くていろいろ重ねたりするんでものすごい崩れやすいんで、できれば本当はもう何も塗りたくないぐらいなんだけど、このファンデーションだけは特別、全然よれたり崩れたりしないので、こうやって最初にこう薄く塗っていきます。優しく塗っていきます。スポンジを少しこう擦るじゃないですけど滑らすようにして、ちょっとだけ残ればいいぐらいなんで、それで薄く薄く、やっぱこういうスポンジやった方がいいんや。うん、これスポンジにちょっとこう吸収されるぐらい、もう薄くで大丈夫です。でこれをパパパパパと適当に伸ばしていきます。うんちくいろいろ垂れてますけど、そんな難しいことじゃないので、はい、目の周りこうやって薄くやって、これだけでちょっと目の周りパーッと明るくなるね。そうか、ちょっとトーンが自分の肌より1個高いぐらいの色ってことやんね。そう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 、しっかり当たった時になんか粒子が細かいらしくて、めっちゃこうファーってそうそうそう輝くって、まずあの、うん、一番ここで重要なのが、はい、まずくすみが取れるか、はい、で崩れないかってそういうことかってすごく重要で、確かに、うん、でなおかつ潤いがある。潤いがないとやっぱり目元カサカサしたり、カサカサしてると小じわになったり、うん、目の周りに使 う, こうベースみたいなファンデーションっていうのはやっぱピンク系のちょっと明るい色がマストで、いろいろ使ったんですけど、まあ、それが一番合う、血色が良くなってあの綺麗ですね。黄色とかってよりは、そう青とかってよりは、そうそう、若いくて色白い子とかやったら、うん、青色とか緑色とかで透明感出してってもいいんやけど、うん、まあ、ちょっとメアちゃんみたいに健康的な、はい、あの肌の人はピンク色が絶対いいです。はい、ここでいきなりもうパウダーを上から塗っていきます。おー、ランコムのペイントフラリーこれをいきなり乗せんねん。これもいきなりこの目の周り塗っていきます。ほんの少しパールが入ったほぼ透明か若干白いぐらいのパウダーですね。これを今塗った眉とかアイホール全体にこうよくなじませといて、でまつげもちゃんとこうやって下からこうついた乳液とか美容液を乾かすみたいなイメージでちゃんとしっかり丁寧に塗っていきます。
で、その次はですね、ボビーブラウンの目元用コンシーラーですね。部分用ファンデーション、名前が、色はピーチですね。このピーチ、これちょっとこうオレンジがかったなんかピンクみたいな色なんですけど、このボビーブラウンのこれも優秀で、これを目の下のキワキワなところじゃなくて、涙袋の下の皮膚の薄いところね、ここに薄く乗っけていきます。コンシーラーのせる場所すごい大事やと思う、重要やな。ここの上のキワキワまで塗ってしまうと崩れちゃうので、この涙袋の下、この辺ですね、この辺だけにポン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 、これめっちゃ薄くて大丈夫。ほら、この時に逆に明るすぎるものを使うとなんかもう浮いてきちゃうので、肌の色とほぼ同じかほんの少しだけ明るいものをこうやって重ねていきます。メアちゃんとか肌綺麗やし、顔立ちもはっきりしてるから、なんやったらもうこれだけでええぐらい、眉毛とリップぐらいで、普段やったらな。そう、普段やったらファンデーション塗らへんねんって言って、普段塗らへんあ、なんかちょっとだけ慣れてきたわ、頑張れホーリー、頑張れホーリー。それでですね、あんだけ肌作りのうんちくを語ってたのにですけど、もう次いきなりもう僕眉毛描いていきます。確かに肌の後眉毛っていう印象普通はな、眉毛は結構ね、描き方迷ってる人いっぱいいるから、そうやな。結構私は役柄で眉毛変えたり、最近はシャープな役が多いんでシャープな眉毛してます。めやちゃんの眉毛はもうちゃんと生えてるし、本当はもうあんまり描かんでもいいぐらいなんやけど、こう役柄で強い照明が当たったりとか、まあ、そういう風なこともあるので、ある程度はやっぱ描いてった方が綺麗に見えますね。確かにスタジオとか照明強いもんね、でも描くって言ってもそんなにいっぱいは描かないんだけども、まずこの足りないところ、この細い、僕はアイライナーをいきなり使います。茶色いアイライナーを足りないところだけにこうやって少しずつこうやって描いていきます。ちょっと緊張して手がブレブレになってしまうけど、その辺はあんまり気にせずに割と大雑把にこう描いていきます。眉山のところと眉山の下、ここがめやちゃん抜けてるんで、ここに描いていきます。こういう専門のね、ブラシとか眉のねライナーとかもあるんやけど、なんか僕しっくりこなくて、やっぱアイライナーで描くのが一番好きです。それは描きやすさ、描きやすいし消えないし、仕上がりも、色もなんかちょうど好きな色が多くて、あとアイライナーのブラシだからやっぱ細く描けるようになってるのね。こうつきすぎたりとかないんや。つきすぎる、でもそれはいいのよ。わざとじゃないけど、雑に描いて大丈夫。ちょっとあれ、これなんか全然濃いな、合ってへんな、そのぐらいの感覚で大丈夫です。やっぱこう茶色で描くっていうのが結構重要、重要ミソね。黒やと濃くなりすぎるってことね。今描いたところをこうやってスクリューブラシでこうやって毛流れに沿ってブラッシングしていきます。この段階でさっき大雑把に描いたアイライナーがすごくいい感じに馴染んでくれるんですよね。だからそんな神経質にならなくても大丈夫ってことです。すごい綺麗にシャッシャッシャッと馴染んでいくやろ。この時にアイライナーじゃなくて眉のライナーとかやったらなくなってしまうのよ。あ、確かに。よし、太眉とかいろんな眉流行ってるけど、私はシャープな眉にしてもらうことが好きやな。その次は眉ペンシルで今描いたところを上からまた描いていきます。これはケイト。そう、ケイト。このちょうど先っちょがなぎなた状になってるのがすごく描きやすい。なんか今ってあんまり眉をはっきりとバキッと描くような感じの時代じゃないんやけども、なんかあんまり茶色すぎると、メアちゃんの場合ちょっとギャルっぽく見えてしまうのよな。だから眉マスカラとかもあんま好きじゃない。まあやるけどな、後で
なんか茶色くてほんま好きじゃないねんな。茶色くてこう乾いて、白っぽくなるイメージ。そうそうそうなるな。ライト当たると余計白くなるから。そうかもしれん。眉頭はちょっと外して、この辺ぐらいからこうやって埋めていきます。でここあえて描かない人とかも結構いるんやけど、ライトが当たった時にここだけポンって抜けちゃうのが俺全然好きじゃなくて、だからここもしっかり埋めていきます。眉頭は外しておきます。さっき描いたアイライナーのやつがさらにボケてもっと自然になってくる。キリッとキリッとなったかな。輪郭が出てきました、あんまりストレートすぎず自然な眉の形を生かして、ちょっと足りないところを足す感じかな。今のこのペンシルで足りないところを足す、でよくこういう風なところにこう線とか引いて、この位置だとか、ここのアイホール、骨の部分でこの位置だとかいろいろやると思うんですけども、そうやって描いてもなんかちょっとしっくりこないなっていう人いると思うんですよね。そういう人はこことここの幅、この幅をちょっと意識するともっと綺麗に描けるかもしれません。ミアちゃんの場合はこことここの幅がちょっとだけ奥に入ってて広いようなイメージがあるので、それをこう横から見ながらちょっとここだけ少しだけ足してあげようかなとか。長さを？そう、長さを足す。そうするとこことここの隙間がちょっとだけ狭くなってよりシャープな印象になるね。小顔効果。そう、でもだからといって描きすぎると、眉めっちゃ長い人やなってなっちゃうから、逆に今度はこっちを少しだけ埋めてあげます。ああ、生え際を。そうそうそう、少しだけね。確かにそれでめっちゃ印象変わりそう。全然ちゃう。小顔効果。小顔効果ドーンと出るから、これ描くだけでも全然見え方ちゃうからな。ちょっとこう見てもらってもいい？これで長さも上手。なんか こっちがあんまり広すぎるとちょっと間抜けな印象になっちゃうんで、でこっちも同じようにこことここのバランスを見ながらちょっと保管していきます。お、ちょっとシャープになった。なったやろ。でこの毛糸ね、これが先っちょがチップ状になってて、今描いたところをさらにこうやってなぞっていきます。これなぞるのはこうなじませる感じ。なじませる感じ、なじませる感じ。やっぱ硬い芯で描いたらね、どうしてもね、描きムラが出ちゃうんですよ。茶色いアイライナー、ブラシでペンシル、その後にチップ、こうやって見て、さっき描いてなかった眉頭の部分ありますよね、ここをこうやってこう毛の流れと逆に行くようにこうやって埋めていきます。鼻に向かって、そう、少しずつ埋めていきます、眉頭はちょっとの差で本当に印象が変わる。変わるからな。立体感が。描かなすぎると間抜けな感じになって、描きすぎると今度神経質なきつい印象になってくるから、すごく繊細に。メーターはあんま好きじゃないって言ったけど。眉マスカラ。ここのどうしてもね、ここの描いた黒い部分と茶色の部分が馴染んでこないので、もうめちゃくちゃ薄く、眉毛、地の眉を少しだけ染めていきます。眉マスカラでね、馴染ませる作業がほんま大事やねんな。そう、色が均等になりましたね。メアちゃんのイメージって僕のイメージなんですけど、すっごい優しくていい子で、ありがとう。なんかフォワーっとした感じなんやけども、なんか役としては割とこう女性の強さみたいな、そういうの出ること多いでしょ、だからなんか眉もなんかちょっとキリッと、普通のなんかいわゆる流行の眉に比べるとちょっとキリッと意識して描いております。やっぱり眉毛がシャープだと顔が上がって見えるな。そう見える。そうなの。それもあって好き。すごい強い意志みたいのを感じさせるから、ちょっと濃い黒いかなってぐらいで描いてますね。次はアイシャドウいきます。これもみんなもうね、ネタないというか同じことをずっとやってるって聞く塗り方飽きたって聞く。メアちゃんによく使うのは、赤茶系とか、いわゆる普通の茶色のシャドウなんですけども、その中でも特に気に入ってるのが、もう使いすぎてもうこんな外れたりとか穴開いちゃったりするんです。トム・フォード20番ディスコダスト。そうそうそう、やっぱ使いやすい。使いやすい。もうこの微妙なパールと色、なじみの色がもう
もう何年も使ってるけどこれを超えるものがなかなか出会えない。この色ね、一番よう使ってる、薄いこの使いすぎてなくなりかけてるこれね、これをアイホール全体にガッと塗っていきます。薄いベージュ色、そう薄いベージュ色、結構しっかり丁寧に塗っていきます。アイホールのこう内側、骨の端っこ一番へこんだ部分まで、目尻までしっかり重ねていきます。しっかり塗ったらちょっと指でこのアイホールの部分をこうなぞってぼかしていきます。ちょっとなんか影ついた。うん、ついたやろ。うん、いい加減これから卒業せなあかんなってずっと思ってんねんけど、なかなかこれを超える色に出会えない。ヘアちゃんにめちゃめちゃ合う。ベースの色が薄すぎると、うん、一気に私の顔って赤くなるというか、けばくなるから昔っぽくなる、古くなっちゃうから、なんかな、主張しすぎずけど主張もちゃんとするみたいなね、うん、難しい。ベージュの加減はいいですね。ちょうどいい。この色はね、微妙なパールが入ってるからいい感じでね、ボケるんですよ。色がボケる。そうそうそう。ベージュの色とかといってボケすぎずしたと締まってくれるから。ああ締まるって大事やな。アイホールのこの内側の骨のへこんだところまでしっかり塗ってても全然問題ないです。まずベースのアイシャドウを塗ったら、その次はメインの色を入れていきます。アディクション。うん、アディクション何番かはもうパレットに入れてたから分かんないね。ちょっと赤みのあるパールのある色ですね。これは流行に乗っかってます。赤やると色っぽくなるよね。なるなる。赤ってね、人をね、なんかこうちょっと引きつける効果があるみたいでね。これを目尻の端っこだけにこうやってちょん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 と塗っていきます。ちょっとこの目尻からちょっと外側まで向かって、目尻から外側、うん、目の外側まで、ちょっと出す感じ、はみ出させる感じ。それで目はここまで、本当はここまでなんですけど、目ここまでありますよってちょっと錯覚を狙うような感じかな。ほら、これだけでこうなんかちょっと色がのって華やかになったでしょ。確かに目がパチッと。これ端っこ、これを逆にね、この内側とか全体にやっちゃうとちょっとやりすぎかなって、けばくなっちゃうね。はい、こんな感じです。で、今使った赤いアイシャドウ、赤いアイシャドウね、これをブラシに残ったのをよーくこうなじませて、眉の上に少しだけこう重ねます。軽くね、ちょっとカメラでは分かりづらいかもしれない。これでね、眉とアイシャドウの統一感が増すんだね。統一感がね。そうな、端っこからなんねんな。今度もういきなり下に行きますね。ちょっと上見ててね、目の下ここもう一回かの崩れてないかチェックして、さっき使ったアイライナー、茶色のアイライナーを使います。下のアイシャドウは使わない、うん、下のアイラインを引いていきます。まつげの間とかじゃなくて、まつげの上にこう茶色のアイライナーをちょん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 とちょん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 で、いいです。線にならないようにね。まつげの上やけど、まつげをはみ出してもいいの？うん、大丈夫。これを最初にやっておくと後々めっちゃ楽になるから。で、次下まぶたいきます。下まぶた、さっき使ったシャドウですね。もう一回これを最初、アイホールに使ったベージュを、トムフォードをこの上のこの辺からこうさっ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 と塗っていきます。この時にさっき描いたアイラインちょんちょんとしたやつが自然にぼけるのでね、いい感じに馴染んでくれます。さっきのアイラインは、うん、そのデカめ効果っていうこと。そう、デカめ効果もあるし、うん、ここをあらかじめアイラインで引いていくことによって、うん、マスカラ一生懸命つけなくてもね、マスカラだとどうしてもつけすぎると落ちてパンダ面になったりとか崩れたりするから、崩れ防止になります。結構しっかり描いていきます。おお、綺麗になってきた。色っぽい。ここね、結構しっかり描くとね、色っぽくなって、色っぽく、うん、涙袋の強調にもなるってこと。そう、これだけで目が全体にボワッと大きく見えるので、さっき使ったちょっと赤みのある色を今度は下の
ここのキワキワのところにこうやって塗っていきます。これも端っこだけでいいです。3分の1ぐらい、こうやって正面から見て黒目の外側、うん、そのぐらいでいいです。これを逆にここまで入れちゃうと目がまん丸に見えちゃうのね。確かにまん丸よりこうキリッとしたメイクが好き。そうそうそう、おお、いい感じね。次はまたこのこれの登場です。これのさっきはこっち使ったんですけど、はい、この横にある大粒のパールの部分ね。大粒のパールね、さっきのベージュの隣の隣のやつでね。メアちゃんはねこの大粒のパールを使うといつも喜んでくれて、今まで使ってたのって全部粒子の細かいパールなんであんまりこうパールっていう感じ見えないよね。今度はこのはっきりと目で見て分かるぐらいパールついてるって分かるような色をここの上に重ねていきます。これは逆にあの目の黒目の上の中心部分だけにボワッと、これで二重の幅があのちゃんとしっかり見え、目開けても見えるし、なおかつしまちゃんとこっちの色で締めてあるので目自体は横に広がっちゃう。これを全体的に塗っちゃうとただもうバーッと明るくなるだけで締まりのない色目になっちゃうから、中心に置くことで中心だけね、コントラストを、そうで目の下のこの涙袋のここの中心の部分だけにもこうやってつけていきます。あら綺麗、キラキラするとやっぱ華やかになって顔が明るく見えてテンション上がりますわ次はアイライナーに行きます。キャンメイクアイライナー茶色、茶色クリーミータッチライナー02、うん、落ちにくくてもうずっとヘビロテしてますね。しかもどこでも買える、やばいアイライナーがなくなったデパート行かんとって時もうないなく、もうすぐどこでも買えるから今なくなったと思いました。黒で描きすぎるとちょっと強くなりすぎてもうほとんど黒を使うことはあんまりないです。アイライナーって大雑把に2つ使い方があって、まつげの間をちょん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 と埋めていきます。あまりアイライナー描きましたっていう風に出したくないのでね、ちょんちょんちょんと埋めていく程度だけでも全然違う。うん、うん、目力が出た。全然違うね。はい、うん、目力アップ。今日はいつもだったらこれだけでもいいんですけど、今日は女優バージョンのメアちゃんということでちょっと目の形を変えるアイライナーも同時に描いていきます。でこう見てもらったら分かると思うんですけど、この二重の幅がねメアちゃんねちょっとねアイホールの二重まぶたの線と目の形がちょっと違うんですよ。これ悪いことじゃなくてこれを残しておくと、うん、なんか優しい目元の印象になるけど、うん、今日はこう強いシャッとした感じになるので、うん、この二重のラインと目の形を合わせていきます。目尻から3分の1ぐらいここの部分だけをこうやって埋めていきます。こんな感じ、これでアイホールと目の形の二重の幅が揃いましたね。二重の幅のカーブに合わせると垂れ目に見えちゃうのね。アイライナーを引いてあげるとこの垂れ目に見えた部分がこうフラットに映る。ちょっと力強くなったでしょ、うん、キリッと、うん、普段もともとアーモンドアイだから、うん、なんか垂れる感じが苦手なんよね。だからこうヒュッてやってくれると嬉しい、生かしてくれてる感じが。メアちゃんはちょっと跳ね上がったピッとしたラインが結構好きなんですけど、うん、それをこうピッてやるとこことここの幅がまだあまり開いちゃうんですね。結構水平に近いけどほんの少し上げるぐらいの目尻のラインを引いていきます。これもペンシルでちょっとだけ描いて、何もついてないブラシで今度こうやってぼかしていきます。水平よりもほんの少し上げるぐらいね。そうするとここの隙間も小顔に見えるし、なおかつこうちょっとこうシャープなんでしょう。次はマスカラをつけていきます。エクシア、細くてすごい塗りやすくて最近お気に入りです。普段は自分でポンポンって塗るけど、そのホーリーのプロのやり方があったらジェシカ・アルバさんの、まあ、なんかあれですよね、マスカラ置いて自分で目つぶりに行きますよね、
ですよ、ね、へー、もうさっさと塗るぐらい。やっぱ名刺使うんやね。せっかく綺麗にメイクしても触って消しとないしね。でこれやったら余分なやつがね、名刺に当たって、ね、ちょうどいい感じになる。こんな感じ。下も僕バサバサなまつげが好きなので薄くこうやって重ねていきます。この時にさっき描いたアイライナーがあるのでね、そんな根元からしっかりやらなくてもちょうどいい感じになります。あ、かわいい。パッチリパッチリ、一気に目が大きくなった。柔らかい印象にしたい人は茶色いマスカラとかね。そうそうそう、こんなに薄いシャドウを使ってアイライナーも茶色とかね、それでももう目力が半端ないから、確かになんかもう十分インパクトあるねんな。この輪郭作りってのが大事やねんな、うん。でここで最初に塗ったクリームとかもしっかり吸収されてるので、ここでファンデを塗っていきます。ディオールスキンフォーエバーフルイドグローですね。 2N 中心を明るくで外側を暗く、それだけで大丈夫です。このね側面のエリアはね、汗でテカってしまったりとか髪の毛がかかって崩れたりとかするんで、あまりツヤっぽい高保湿なものじゃなくてちょっとマット気味なもの、そういうのやつの方が取れにくいんで、そういうのを使っていきます。じゃあファンデーションは2種類あるといいのか。そう、2種類あるといいね。さっき目の周りにつけてった時はちょっと滑らすような感じで伸ばしてたと思うんですけど、この辺のエリアからはね乗せていくイメージで、この横側ってどこなんってその言われる方いると思うんですけど、この頬骨の一番高いところ、これ人によってバラバラちょっと違うと思うんですけど、こっからが僕の中での側面というふうに感じる言うってことですね。はい、 OK よ。こうやってポン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 とこう乗せていきます。で鼻の横とかも側面になるので、ここもこうやって側面、うん、横向いてもらって見えてくるところ、この部分と鼻、こういうところですねに塗っていく。そう、頬骨の一番高いところから外側ね。外側、そうそうそう。でもう一回こっち戻ってもらって、なんで僕が最初にファンデーション塗らないかっていうとね、ファンデーションを最後にしっかり時間かけてやりたいっていうのとね、せっかく綺麗に塗ったやつをね、僕自身が触って崩しちゃうんですよ。それがものすごい嫌なんでね、最後に丁寧にやります。時間かけてちゃんと叩いたら、こうやってスポンジをこうやって上でコロ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 転がしてしっかりとなじませていきます。この時にあの丸いスポンジの方が絶対いいですね。転がしやすいね。痛くないですか？痛くはないです。不快じゃない、大丈夫肌をなるべく擦らない。確かに擦られると、うん、こまめに擦られると荒れるもん。そこそうそうやろ。あと僕なんかこうあんまベース使わないんやけど、この今使ってるファンデーションを薄く塗るのが逆にベースぐらいに考えてます。はい、側面のファンデーション OK です。周りをちょっとマット系のファンデーションで塗ったことによって、ここの中心部とか鼻とか T ゾーンの部分がね、ツヤがね強調されるんですよ。確かに。だからそれだけでもすでにちょっと小顔の効果が出てくるね。で今使った周りに塗ったファンデーションに、メイクアップフォーエバーのウルトラ HD スティックファンデーション、スティックファンデー、こう使いやすくて私も使ってます。 R230 番、うん、これね単品で使ったら、ね、ものすごい白いんですよ。だからさっき使ったファンデーションに少しだけこれを混ぜます。こうやって少しだけ混ぜると、それだけでちょうどいい色のファンデーションができます。これを顔の今度は中心部分に塗っていきます。 T ゾーンと、これも薄くトン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 ですね。ファンデーション塗るときに俺はゆで卵をすごい意識してて、ゆで卵って完全な円で、どっから見ても光をこう均一に反射して、中心部分とかを高く、周りの側面をこうちょっとうっすら影が出るような感じで見えるでしょ、トーンがね。そう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 、うん、あれを目指してるんですよ。あれほど綺麗な形ないって思ってて、そういう人間の顔も完全な卵にはもちろんならないんですけど、それを意識することによっていろんな角度から見て綺麗に見えると、そういうことですね。でさっき言ったこの
ここの部分ね。でここの頬骨の一番高いところから内側にかけての部分ね、普通の一般的なアジア人はね、こうギュッと中に入ってるんですよ。メアちゃんはね、ここが自然ななだらかなカーブで綺麗なんでね、あんまり塗る必要ないんですけど、ここの部分にこうちょん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 と明るい色をのせていきます。こんぐらい内側に入ってると影になりやすいから、この明るいのを入れた方がいいと思う。そうそうそう、ここのねくぼみがね、いろんな邪魔するんですよ。これがグッと入ってる人はここにね、結構厚めにしっかり塗っていくといいですね。姉ちゃんはね、ここあんまり影出にくいからね、少しだけ。分かりにくい人はね、上からライトとか入れて影が出る部分、そこがやっぱりこう内にグッと入ってるところなんで、そこを中心的に塗っていけばいい。姉ちゃん肌綺麗すぎるから、薄く塗っただけでももうこれでも塗りすぎかなっていうぐらいなってんねんけど、ちょっと僕ね、あの塗るの中毒なんでね、ついつい塗っちゃうんですよ。今塗ってるファンデーションですけども、この目の下のね、シワの部分とか、シワがよく出る部分とか、ほうれい線のこういう部分とか、こういうところにはもうなるべくつけないように、ここの部分だけにつけるように。ほうれい線とかシワの上につけちゃうと、そう、結構ね、あの崩れる原因になったりするんですよ。逆にここに塗ったファンデーションはね、ちょっと油分が多くて、あのカバー力の強い、テクスチャー的にカバー力の強いものなんで、逆に崩れやすくなっちゃう。こことかこの部分っていうのは大きく動くだけで細かくは動かないから、ここの部分だったらね、結構厚めに塗っても、ね、崩れないんですよ。お、これはホーリーならでは。よし、今塗ったファンデーションと同じ工程をもう一回、今度はエアブラシでやっていきます。エアブラシ、スポンジでね、結構丁寧に塗ってもね、やっぱりね、いろんなね、ムラがあるんですよ。それをこのエアブラシで軽く上から拭いて埋めていきます。側面、もうほんと塗ったか塗らないか、このぐらいで大丈夫です。側面に塗って、今度は少し明るい色を T ゾーンとここの部分に薄く重ねていきます。最初のファンデーションをあえて中途半端に仕上げたのは、上からこれを拭くことによってバランスを取るっていうのは、最初に完璧にしすぎると厚塗りになっちゃうので、だと中途半端に仕上げます。今塗ったところをドライヤーでこうさーっと、涼しいやつで、涼しいやつで乾かしていきます。ファンデーションは完成です。お、綺麗になった。艶もあり、マットさもあり、崩れにくそう。メイクアップフォーエバーのパウダー、ウルトラ HD セッティングパウダー、フェイスパウダー、これを結構なるべく大きめのブラシでふわっと周りに塗っていきます。さっきドライヤーでね、ちゃんとしっかり乾かした。これもほんと少しで十分です。皮の中心にはもう何も塗りません。うん、外だけ、このツヤ生かしたいからね。それが終わったら、今度はシェーディングとハイライトを入れていきます。マックですマックのこれはシェーディング、ファンデーション、ファンデーション、パウダーファンデーションの、ね、結構色濃いめのやつ、色濃いやつ、 NC42 番っていうんですね。これを顔の一番外側の部分にこう大きなブラシでこうサッ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 と塗っていきます。僕のファンデーションの作り方はね、あえて全部中途半端にやるんですよ。いろいろ重ねるからね、一つのことで完成させてしまうと、仕上がった時にものすごい厚塗りになっちゃうのね。確かに厚塗りは嫌。そうそう、嫌でしょ。で、一つ一つをあえて全部中途半端にやっていく。で、こうシェーディング入れる時なんですけど、前から見ただけ時だけじゃなくて、横から見た時に変にならないように、ここの顎下からこの耳のところにかけて、こういう感じでこうやって、さっきファンデーションだったら側面って言ってたでしょ。ここまで塗っちゃうとね、こう正面から見た時にね、ここがねげっそりして特殊メイクみたいに見えちゃうんで、うん、だから横向いて、この顎の尖ってるカーブのさらに下、ね、ここからこういう感じ、柔らかく、でついでにこう向いてると、ここもちょっとこうやって
パウダー塗ってなじませていきます。シェーディングってね、最近ねリキッドだったりとかいろんなシェーディングあるんですけど、ちょっとでもこの部分にねツヤを僕は出したくないんですよ。マットにしたい。だから基本的にはパウダーの部分をよく使います。ツヤがあるとシェードされないってこと？そんなことないんやけど、他のツヤを強調させたいから、ここもツヤがある、ここもツヤがある、ここもツヤがあるだったら、もうせっかくのねツヤがねもうテカリに見えちゃうんですよ。だから僕がツヤ欲しいのは T ゾーンと目の下だけ、ここ以外にツヤもいらないです。シェーディング大事。次はハイライトを塗っていきます。これはエルメスのハイライトです。新作です。ミラージュエルメスプランエア02番。さっき明るいファンデーションを塗ったところ、同じところにもう一回さらに重ねていきます。少しだけで大丈夫です。目の下もね、ここの三角の部分だけ、ちょっとだけ。結構ハイライトをここまでぐーっとこのエリアまで塗る人多いんですけど、ここに塗っちゃうとね、顔が横にぶわーっとね、広がっちゃってね、顔がでかく見えちゃうんで、もうここの中心から内側だけ、頬骨の一番高いところから内側だけにこうやって入れていきます。最後にチークを塗っていきます。チーク、最近チークはね必ずしも塗る必要はなくて、ちょっとこう様子を見ながら、ちょっともうちょっと血色があった方がいいなとか、そういう時だけうっすらと入れていきます。エアブラシでこうやってまず顔の中心部分にふわーっとのせる。ピンク、ピンク、これだけでねちょっと血色が良くなって見えるんですよね。で顔の中心部分をピンクでちょっと明るくしたら、ここに塗るチークの分量が少なくて済むので、でここにうっすらと塗っていきます。このチーク塗る箇所はね、こうやってちょっとニコってしてもらって、高くなるところを中心に放射状にふわっと乗せる程度で大丈夫、難しく考えなくて大丈夫です。エアブラシない人ってどうしたらいいの？大きなブラシでね、ここのね、さっき言った高いところ、ここを中心にふわ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 って乗せるぐらい、なんか目の内側に入れたりだとか、いろいろ流行はあるけど、基本的にはここの高いところで血色をよく見せるために塗ればいいです。ちょっと乾かします。例えばパウダーでやる場合、こうちょっとにっこりして膨らんで、ここの一番高いところに入れるんですけども、これより上に入れちゃうとね、その分だけここの幅が、ね、広く見えちゃうんですよ。だから あんまり高さは意識せずに、頬骨のにこって笑って高いところにさっと塗るぐらいで大丈夫です。よし、こんな感じ。あとはリップね。あとリップよね。リップ以外のメイクは完成です。はい、じゃこれから着替えて、その後ヘアと仕上げのリップを、はい、塗ります。やりましょう。